ようございます。今日は北八西一の再開発の新着情報を取りに行きます。毎月1回ずつ取ってるんですけど、1ヶ月でどこまで変わったか楽しみです。今地下通路の新設工事も行われております。なんか道路も広くなったような気がします。あれ、なんか随分高くなったんじゃないか。ちょっと高くなったような気がします。現在これぐらいできてます。ザ・ナンバーワンタワー。またあの歩道橋の上から見ていきたいと思います。お、ちょっと待って。ホテルエミオン札幌、2023年冬オープン予定。1ヶ月で全然姿変わりましたね。この手前にある建物もこんななってなかったですし、奥はきっと駐車場になると思うんですけども、そちらも、そちら変わってないか。この手前がホテルエミオン札幌だと思われます。高くなってる。このマンションに住む人はどんな人たちが住むんでしょうか。駅からも近いですし、いいですね。今ちょうど北側に来てるんですけども、マンションの横に何か建ててますね。これ何なんだろう。完成が楽しみですね。これ何なんだろう。おそらく店舗、物販、飲食、その他、事務所かな。すごい、こうやって上がってくる。よかったらチャンネル登録の方お願いいたします。ご視聴ありがとうございました。